こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、山梨県甲府市の甲府駅前南口の方ですね、ヨドバシ甲府という、ヨドバシカメラの、ね、甲府店がある方の出口に来てます。ここからね、ちょっと町のね、方、繁華街の方ですね、を歩いていきたいと思います。今日はですね、2021年の11月23日火曜日、勤労感謝の日で祝日ですね。で、時間は1時45分、ここからね、町の方を、ね、歩いていきたいと思います。これが甲府駅の、出入り口ですね。爆発をしている人がいたり、また演奏の準備をしてますね。前回ね、来た時もね、そこそこ人が多くて、まあ、その時も日中歩いたんですけども、その時と同じぐらい、まあ、ひょっとしたらもう少し、歩いてる人とかも多いかなと思いますし、あと、オープンルーフっていうんですかね、屋根のないああいう観光バスにも、まあ、半分以上ですかね、乗ってたりとかします。半分以上って全部埋まってるんですよ。ほぼ満席っていう感じなんですかね。まあ、甲州名物のほうとうが食べれるお店なんですね。油組総本店、油そば、油そば屋さんがあるんですね。山梨は独自のラーメン文化とかはあんまりないんですかね。まあ、ほうとうはよく聞くんですけども、最近はね、各地方都市行くとなんか地元の味みたいなラーメン屋さんがちょこちょこね、見かけるようになって、まあ、昔もあったのかもしれないですけど、あまりこう、なんていうんですかね、地元名産みたいな感じで売ってなかったと思うんですけど、でこれがあれですね、山梨県議会議事堂、駅前にあるんですね。甲州のワインはこれに来てる。甲州ワインですよね。信玄鶏ってあるんですね。竜田揚げ定食860円。
山梨ジュエリーミュージアム、あと FCS ホーラー展示会場、なんかいろんな企業が出てますね。どういうイベントなのかちょっと分かんないんですけども、ここはジュエリーミュージアムですね。山梨プラザジュエリーミュージアム、山梨は4回目か5回目ぐらいですかね、来るの。この1年半ぐらいで。そしてここに甲府市役所があって、でこの道をね左に向かって歩いていきたいと思います。岡島っていうデパートか、岡島百貨店ですね。でこれが市役所です。はい、これで多分4回目か5回目なんですけども、だいたいこの辺をね歩いてて、でもあのコロナ以降に来てるんで以前がねどんな感じだったかっていうのがわかんないですよね。でこっちに行くと、甲府城になるんですかね。甲府城市、石垣がねちらっと見えてるんですけども、でねもう少し行くと、左手の方にね甲府駅が見える、そんな感じの位置関係ですね。勾配通りって言うんですね。もう少ししたら信号、まだあと3つ、残り3つですけども、日焼けビル、中村日焼けビルっていう、めっちゃ黒いですね。前回も、前々回も映したかもしれませんけど、武田24章のビール、看板というか、そういうのがあって、狩りの名所、武田信玄公、武田24章はこちら、こんな感じでね、上りを立てて、そうなんですよね、信玄公生誕500年なんですけど、今年は。
どうしても終わっちゃいますよね。でこの商店街をね、左に歩いていってみましょうか。そんなに、ね、長い商店街じゃなくて、オリオンスクエアあって、でココリっていうんですかね。鶏そばなんですね。濃厚鶏そば。で、右に行って。で、このね、ここが飲食店街になってて、もう通ってみましょうかね。前からこの札幌の味を甲府でそのままにっていうのが気になってるんですけど、まだ入ったことはないです。蝦夷っていうつけそば屋さん、これが岡島ですね。岡島っていう百貨店があって、で、もうとんかつ屋さん、なかなか老舗なとんかつ屋さんなんですね。ちょっと一回入ってみたいですね。渡りましょうかね。オリオン通りに戻ってきた感じですね。ホルモンチェゴランド、夜営業な感じなんですかね。居酒屋さんとか、なんか雑貨屋さんとかそういうのがありますね。これが岡島っていう百貨店ですね。ここはね、まあ、春日通りなんですけど、春日アベニューっていうのがあって、で今日はねこの銀座通りを歩いて撮影を終える感じで行きたいと思います。この辺もねアーケードになってて、この岡島百貨店ってこっちから見るとかなり大きいんですよね。なんか百貨店デパートって、あの祝日になると日本の国旗を外に出して、あれってなんかいわれがあるんですかね。
フルーツサンド屋さんがあるんですね。そしてこれが甲府グルメ横丁。この時間でも営業してたりするんですかね。でここがね、浅草飲食店街っていうね。でもっと下の方にこう、この下というか南の方に行くとね、こういうこうビルというか路地を利用したあの飲み屋さんがたくさんあるんですけど、まあ今はね、この今日はねこの時間なんで、まあ、そっちはね行かないで、この商店街をね歩いて、ここですかね。フィリピンクラブセローサで、ここがフランケンという、なかなか凝ったというか面白い飲み屋さんですね。もうクリスマスですよね。おそらくこれを配信する時にはおじいちゃんおばあちゃんが麻雀をやってますね。これを配信する頃はおそらくもう12月入ってるかなと思うんですけども、これが弁天通り、これがね、こっちが裏春日通りっていうんですかね。細かくね、通りの名前があって、なんか街によってね、もう全然ね、名前がなかったりとかね、まああっても全然分かんなかったりとかして、本当街によって違うなというのを実感してるんですけど、ラウンジなんですね。なんて言うんでしょう、キッチンとかそういう感じで読むんですかね。でここもね、アーケード商店街はこんな感じで、うん、ってここはまあ歩道だけにね屋根があるタイプのアーケード商店街なんですけど、こんな管理設定ね、もうなってますね。飲み屋さんはね、2階で中見せてね、この辺のね屋根もなかなかこう渋くていいんですよね。そしてね、呉服店だったんですね、左か。今日は本当空がね、これね、うまく映りますかね。ちょっと空を映しながら、この辺でね、撮影を見たいと思うんですけども、空がめちゃくちゃ綺麗で、山もね、うっすら赤くなってて、
神戸用の季節ですよね。まあでももう終わりですかね。ではね、この商店街のここを映しながらね、撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねを押していただけると嬉しいです。では、ありがとうございました。